お疲れ。もう乾杯な、いきなり行くんですか。あ、まだまだまだ、なんか注文しないね。あ、これからね。乾杯も頼む。あ、でもこれはチューハイの頼んだんですよ。香りでは分かりません。まあ、あそこで取ってくるパターンもあるし、チューハイ頼んで、まあいろいろ頼んで、あ、焼酎じゃったらここにめちゃくちゃ変わった焼酎もあります。日本酒もある。ふわっとふわっと。山寺です。今日は重曹に来てますわ。重曹でね、ちょっとさっき七つ屋さんでだいぶ飲みすぎたんですけど、割と寄ってる中で今から今中酒店さんで食べ飲みしたしますわ。もう山寺がすごい酔っ払って分かりますよね。でも頑張ります。入り口の冷蔵庫から好きなお酒を選べます。乾杯取って。乾杯を取りたい。乾杯しましょう。乾杯しましょう。ノミニケーションでございます。ノミニケーション。今回はほぼテロップなしのライブ感覚でご覧くださいませ。ありがとう。ちょっと待ってね。大丈夫です。なんかすごい涼しい。はい、お疲れ様です。乾杯。おー、いいよ、大丈夫、大丈夫、いいよ、大丈夫、大丈夫。やっけど、はい、大丈夫です。ということで、ちょっと乾杯しましたけども、今中酒店さんね、なんか知らんけど、室田大志さんも来てるね、一緒に。ありがとうございます。この前、1万円企画されてましたもんね。ですし、先日一面企画ご一緒いただきました。すごいなと思います。はい、ありがとうございます。ここで一面企画すごいなと思いました、ね、いや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 、山寺さんと二人でもいや無理っしょ。今日はさすがに、いや今日今から無理っすよ。僕らあれ、まあ6人で ね、 行きましたね。そうそう、20本なんだからちょっと無理ですね。七つ屋さんっていう素晴らしいお店で。そうです、代弁20本以上20本飲んでからの今中さん。まあ、なんか反省会みたいなの来てるけど、何の反省会か分からへんけどね。ここでこれから1万円は2人で、はい、いや無理無理無理でございます。ごめんなさい。東大でしたら行くけど、いやお腹がもう3リッターぐらいいってますからね。そうですね。山寺太りましたよ。でもさすが山寺さんやなっていう。いやいや無理ですから。もう一番最初に大便3本突破されてましたね、はい。まあ、突破しましたけど、でもあれ結構増田正太郎さん。そう、増田正太郎さん。いや増田正太郎の方が先ちゃうかな。あ、先ですか。多分先やと思う。でもただきついわ。むちゃくちゃです。勇気はないけど、むちゃくちゃです。きついです。このお二人むちゃくちゃです。いやいや、この人もほんまむちゃくちゃやね。これこういうこの人押さえてるだけ、ね、猫かぶっとる。犬かぶってるから。犬かぶって、犬かぶって。猫と犬かぶって。正面ごとで調べたら失礼かなと思いながらもう入れたら出てきた。一応最後の最後にちゃんと追いついて3本以上飲ませていただきます。すね、まあ、最後ちゃんと、達成してます。正直合わせます。なんと22本いっとったんやけど、すごいですね。あと2本いったらもう、いや、ありがとうございます皆さん。ボーリングどころか夢が達成しました。これも夢やから。夢ですか。いや、なかなか、なかなか無茶ですから。酔っ払ってるんじゃなくて本当にもう当てと絡めて、僕もお腹パンパンやね。まあ、やっぱりトリプル生美味しいです、ね。美味しい美味しい。ちょっとうまむしぶれ。そうそう。まあサントリーのねトリプル生美味しいですね。美味しいですね。美味しい。前山寺チームでちょっと、はい、達成感は僕もある。もう達成感あります。ありますよ。公園でもさせる。あります。はい。こちらね、いろいろ注文しました。もう山寺も酔っ払ってるんでね。もうなんかわからない。言うたら。皆さん懐かしいじゃないですか。これクジラの山大和ですよ。珍しいね。珍しい。缶詰やと思うんだけど。もうアレンジしてくれるやん。あっさりです。ちょっとね、そうそうそう。アレンジがいいですよ。やっていただけると。このアレンジはどこだ。美味しい。生姜が効いてるわ。すごい。うん、これ缶詰なんですけど。でも缶詰やけど、これはなんかちょっと手間かけられてる。ね、かけてる。うまい。美味しいです。うまい。もうあそこがあるから。横で中太郎さんが全部言っていただいてます。すごい。それでなくて、思いが強すぎるから。あ、そうなんだ。
ね。そうなんですね。いやー、セーフじゃん。最近の岡宮で、ね、おかみやで、ね、ずっと繋がってるけど、繋がってるんですよ。飲みすぎてるんで、ちょっとこういうさっぱりしたあの当てがいいわ。でもピリ辛、めっちゃピリ辛や。なかなかパンチのある辛さで美味しいよこれ。そこはね。なんか昔の間にかなんかお客様がおでん。ちょっとね。ちょっといろんなおでん注文しました。ね、おでん。おでん。あの銘柄。お大宮さん、大宮さん大根食べる？大根いただいてください。見てる髪の毛。はい。ね、あ。母ちゃんは丸、こっちは立って、あ、それが違う。それが違う。どうですか？パーツは同じ。暑いもんな。適温です。適温。あ、今日は適温。ちょっと冷めてるか。日本酒飲んでんねん。日本酒それ。ちょっと濁ってますやん。甘いで、用意してるだけです。わあ。いいよいいよ。最高。山寺ってことでの、ご利用大切です。ありがとうございます。卵。おでん。読んでごめんな。うまい。いや全然楽しいです。うまい。うん。お前ら5万か10万か。これね、なんかね、昔ながらのあのおでんの卵。うま。達成しないですわ。登録者数の5万か10万か上げさせてもらった。うま。ちょユッピーさんやばいやこれ何エンマエンマのロックロックちょ行ってくださいロック行ってください何なロックやばいやロックいけるって大丈夫いけるっていけいけさあいけあのすみませんあの先輩後輩みたいな感じほんまやちゃんやばいぞ美味しいちゃんかわいい美味しいでしょああ飲める？おお美味しい美味しい。ごいごい。腹式呼吸。可愛い見てる。腹式呼吸。ちょやば。美味しいですね、超美味しい。起きれなかったね。そうや、起きれなかった。ちょっと待って、なんか、ちょっと大切な、なんか起きれなかったに。やばいやばい、じゃあなんで。そうだよ。何かね、ちょっと待って。ちょっと関節キス？なんでございますか？エースが、ウイスキーですか？白濃いな。今聞いとったらあるな。感じの味がします。タイスエロいぞ。タイスエロいぞ。タイスエロいぞ。ちょ、一気に。ちょ、ちょ、ちょ。ほんまや。ロックだっけ？じゃ、白子いわ。なあ、白子いな。ほんま、白子のり食べる。じゃ、じゃ、あかん。ほんま。いやいや。はい、ゆっぴ、ゆっぴ、ゆっぴ。ゆっぴ、ゆっぴ。ゆっぴ、じゃあ、みんな行きましょうか。無理。無理、無理。じゃあ、ほな、さあ、じゃあ行こう。さあちゃん、さあちゃんが始まったから。さあちゃん、さあちゃんが始まった。ゆっぴ、ゆっぴでも、ゆっぴもしんどかったらあかんねんな、さあちゃん多分最初じゃん。でもちょっと、さあちゃん、ちょっと飲みたいって言ってる。あ、さあ飲みたい。ゆっぴの飲み方。飲んで。飲めよう。待て、私も。自分は、まあ一番わかんねん。ゆっぴさん、あの、口元、口元言ってます。口元言ってます。ゆっぴ、顔出す。あ、そうですね。それやらしいですね、これ。飲み応え最高。飲み応え。喋りましょうね。どうぞ。そっからね。そっからよ。さすが。あ、いかん。顔出ちゃう。顔出ちゃう。見てください。こっちも行っとるけどこっちも。もう美味しいじゃん。マオマオマオちゃんエンマやエンマ。ウイスキーみたいな感じ。いやもう今日はねあのベロベロですわ。まだ今日はあの重曹で2軒しか行ってないですよね。朝の11時から七つ屋さん飲んで。でこちら今中さん、ね、今日はもうちょっと本当にあの酔っ払ってますきついですね、うん、もうだいぶ飲みましたよ、うん、もう分かるでしょめちゃくちゃ酔っ払ってました若干のもう無料体操さんで、ね、酔っ払って今僕が撮影してるの分かってはれへんと思うと、ね、いいんですよ今日のナチュラルテイストで山寺亭主でございましたね。やっぱり女性見る目は酔っ払ってました今日あとね、あの野田大さんとかちいたらさんとかやさべしさんとか来ておられますけどもそういう立場だけど今日はすごい楽しいお酒ですね最高ですよ、うん、
はい、今ですね、今中さんで飲み食べしましたけど、ここはやっぱり安いし楽しいわ。いやもうめっちゃくちゃベロベロ、2軒しか行ってないのにベロベロですわ。いつも山寺の YouTube を見ていただいているリスナーの方々、本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンいただくと頭も励みますので、よろしくお願いいたします。明るい。